TR-23 型台車スハ32600型などに装着されていた最初期型 TR-23 型台車は日本の鉄道省が開発した鉄道車両用台車の一形式である。1914年以降、国鉄では正式客車用台車についてその側枠を構成する主要材料として旧山形港と呼ばれる。 本来は船舶向けに生産されていた特殊な断面の蛍光剤を使用していた。しかし、造船用鉱材の需要が第一次大戦後の造船不況の影響で激減し、これに伴って玉山型鉱も生産打ち切りとなってしまった。このため玉山型鉱を使用しない、客車用台車の設計を強いられた鉄道省は、これを機に台車の基本構成を一新することになった。 こうして1928年に優等車用3軸、ボギー台車である TR73 と、一般車用2軸ボギー台車である TR23 の2種が設計され、1929年度量産開始のスハ32系より、標準採用されるようになった。これらは良好な成績を収めたことから、1930年代から1940年代にかけて、 国鉄の客車のみならず、電車、機動車にまで幅広く採用され、さらに、太平洋戦争後も軸受け構造の変更を実施の上で1950年代初頭まで同型台車の量産が継続された。特に機関形式である、客車用の TR23 系は、それ以前に製造されていた二軸ボギー台車よりも、荷重上限が高かったこと、1940年代後期。 以降に開発された、中高側枠台車と比較して、乗り心地では劣るが重量が軽くできていたこと、そして、長期大量製造されたゆえの個体数の多さで、国鉄では製造終了以降も長く使用された。荷重対策や軽量化対策を主眼に、新旧の客車間での台車履き替え交換、廃車発生品の転用が1960年代まで実施され、 この台車を使用した客車は、旧型客車の一般営業終焉期の1980年代まで、国鉄線上に見受けられた、ペンシルバニア系と呼ばれる、アメリカ合衆国の有力施設、ペンシルバニア鉄道で設計、使用されていた、客車、電車用台車を参考に設計された、揺れ枕釣りを備える軸バネ式台車である、派生形式 TR43 型の軸箱、車輪周り、 軸箱の上が単列式コイルバネによる軸バネである。東端部にコイルバネを内蔵する中高性軸箱部と HK 工の加工品による側張りを中高による横量と秒接で組み合わせて台車枠を構成する。本形式の設計時に参考にされたと目されるペンシルバニア鉄道の自社設計台車群では側枠は一体の中高性とされていたが、 設計当時の日本の車両メーカーでは、大型の台車枠を一体で、鋳造可能なメーカーは一部に限られたため、接合部分の増加による強度、保守上の不利を承知でこのような設計が採用された。バネ装置は、軸箱上部に単列式のコイルバネを軸バネとして内蔵し、側枠中央部に単リンク式の揺れ枕釣りを下げてした揺れ枕と連結。 ボルスタからの荷重を上揺れ枕とした揺れ枕の間に挿入された重ね板羽を枕羽として男性支持する構成である。この系統の台車にはいくつもの利点があった。一般的な断面形状の規格鋼材と中高部品によって主要部が構成されているため材料の入手性が良く軸挙変更も側張りの鋼材寸法を伸縮することで比較的容易に行えた。また、 軸箱を連結する釣り合い針を持たないため、バネした重量が最小限に抑えられて、軌道破壊が少なく消耗品であるブレーキシューの交換も車両側面から容易に行えた。もっとも従来の客車用標準台車であった TR11、TR13、TR71、TR72 TR とは異なり、この系統の台車は釣り合い針を省略したため、 軌道条件の特に劣悪な線区での軌道への追従性や乗り心地では従来型の台車に若干見劣りした。このため軌道保守が最悪の水準にあり、さらにペデスタルの整備状態が悪化していた。戦後の混乱期などには特にバネした重量の大きな電車用派生形式各種で走行中の軸箱が上下に踊り跳ねて大きく揺れる現象が多発した。また、 軸箱の上に軸バネが直接乗っている構造には、理想的に軸箱の中心に力が作用していない場合には、軸箱を傾ける作用が発生し変魔網が起きるという問題もある。後に TR-40 などで採用されたウィングバネ式軸箱支持装置でこの問題が解決された。さらに軸箱部と側枠の接合部の設計が難しく、芋の部品について仕上げ加工に、 専用の工作機械を必要とするという問題があった。接合部の設計については、初期型で構造欠陥が判明している。1929年のスハ32系、第一人製造時に設計された第一世代のものについて、収益後の検査で軸箱部の中高性部品が、側張りに対し線路の外側に飛び出す方向に徐々に開くように変形する。 という問題が露呈した。これは大火十字などに曲線通過で車軸に大圧がかかった際、側両との接合部の強度不足から生じる変形であった。初期型では、それぞれ側張りの傾向が外側に、一体中構成の軸箱部側の接合面が内側に来るように重ね合わせ、これらを貫通してリベットで接合していた。これに対し、 1930年以降に製造された改良型では軸箱部の異型を回収し、接合面を外側に出してその中央部に変形を防ぐ補強用リブを形成、下部のフランジを削って軸箱側接合面と干渉しないようにした傾向を内側に入れて重ね合わせた上でリベットで接合するように設計変更された。これにより、所定の接合強度が得られるようになり、 問題の解決が図られている。さらにスハ32系に使用された台車では、工作の簡易化のために、軸、箱盛り控えの形状変更が行われ、従来 50mm 棒を、ロックナット付きの3、4インチボルトで締結していた、ものを両端を折り曲げた16、60mm の平板2枚で、軸箱盛り加端の前後から抱き、ボルトで締結する方式に改められ、 この部分にかかる軸、箱盛りの設計が変更されている。このように、初期こそ、当時の技術では、予見が困難なマイナートラブルが発生した、鉄道省計客車、電車用ペンシルバニア型台車であったが、常実の通り製造、保守面での多大なメリットがあったため、直営工場レベルで旋盤などの工作機械が、完備していた、鉄道省では特に好まれ、長く用いられることになった。 鉄道省は日本内地向けのみならず依頼されて設計を担当した家中鉄道向け客車にまで同種設計の台車を採用したほどである。その他の特筆事項としては車軸に従来は荷物車などに限定して用いられていた12トン超軸型と呼ばれる大荷重対応のものが標準採用されたことが挙げられる。これにより従来は 各軸の荷重上限の制約から三軸ボギー車とする必要があった20メートル級荷持ち車の二軸ボギー化が可能となった。ブレーキシリンダーは従来通理車体操下で、台車本体には両、打き式の踏み面ブレーキによる基礎ブレーキ装置を備えるのが標準である。昭和初期を代表する国鉄正式台車であり、下記の通り非常に膨大な数の派生形式が設計された。 TR23 型台車1932年以降、製造の一般型 TR34 型台車1932年度以降、製造の TR23 と告示するが、軸受けの構造や寸法が異なり、軸、箱盛りの可変部の形状が変更されている。TR23H 型初期型を、この軸受けか。TR34 とは、軸受けの構造が異なる。 TR73 型台車 DT13 型台車鉄道省国鉄での大量採用に反し、戦前の私鉄においては前日の通り工場レベルでの保守に難があり、電車用として見た場合必ずしも十分な強度が得られないこの種の台車は好まれず、事業例も少数に止まっている。1930年に、 三宮急行電鉄が製造したさ3000区3100形容住友成功所継 S-76L が日本における私鉄向けペンシルバニア型台車の第1号と見られているが、これは一体中高生大車枠を備え TR23 よりもむしろペンシルバニア鉄道で採用されていたオリジナルに近い仕様であった。これに対し、1933年に、 九州産業鉄道が製造した九州産業鉄道をハフ一計客車に採用された台車は TR23 の設計に忠実に従っており、これ以降戦前の日本で製造された施設向け、ペンシルバニア型台車はすべて TR23 の基本設計に従ったものとなった。もっともその製造数は少なく、百三十六年製の富山電気鉄道もハ五百型が、 日本車両製造製の TR25 相当品を1937年に日本車両で製造された三菱工業な配置型が TR23 相当品を1941年に西武鉄道が製造したもは200型が TR25 と同型の台車をそれぞれ製造メーカーの推奨に従って採用しさらに戦時中の1944年に 日本鉄道自動車が軸凶を詰めたモデルをいくつかの会社に納入した程度で、いずれも少数派に止まった。これに対し戦後はもは63型電車の私鉄割り当てで DT-13 の採用実績が増え、その後空気バネ化など独自改造を加えた例は見られた。ものの、戦後の台車メーカーによる新型台車開発の激化もあって、これらに改良を加えたモデルを新造した例は1。 次期の東武鉄道の新造車に採用されたに止まる、流用品、他事業者からの中古品を使用する車両を含む、ありがとうございます。